すいません、ありがとうございます。39歳ありがとうございますありがとうございます。今やってくださるんですね。今日その名前で一緒に切るんですよ。なんで完全予約したらいいんですけどね、いきなり2人いいって無理なんですよ。そうっすよね、すごいおしゃれが光ってる。ペースト状にしまして、奈良漬けを叩いて合わせてます。はい、わさびの方だけつけて召し上がってください。真ん中のあんこもですね、右手の奈良漬けの方ですね、添えてもらって、お好みでわさびつけて召し上がってください。どうぞ。なんで、わさびがめちゃくちゃまろやかな。なんで美味しい。日本酒やりたくなりますね。日本酒もないちょっとか。辛口でもお好みですか。が割と好きですけども、おすすめで。飲みやすい感じが最初は嬉しいかなと思うんですけど。宮城の日高みなんか結構飲みやすいです。じゃあグラスの方でイチゴを取ってみてどうしましょう。イチゴをいただいちゃいましょうか。はい、でも大将はどうしてこの柏にお店を。柏はそうですね、単純にですよ、柏にないんですね。お寿司屋さんは、はい、寿司屋もあるんですけど、こういう感じの高級店ないんです。そうなんだ。寿司屋は結構ちらほらあるんですけど、でも柏ですと思わずでやってるのが店が一番いいかもしれないですね。コースでやってるところも自分が知ってる中でもう1軒ぐらいしかないんですよ。なんでだろうね。なんかすごい僕わかんないですけど、大きい町のように今降り立って思いましたけどね。すごいっすよ、すごいっすよ。これでちょっとあん肝をちょっとやりたいなっていうね。すいません、ありがとうございます。どうぞ。日高みマシです。京都前鶴のこちら小餅やりいかでございます。お好みでわさびの方つけてですね、召し上げてください。いただきます。すごい、ちょっと漬け物でして、いいですね。すごい、向かって左の方からですね、こちら北海道広尾町のこちら八角でございます。八角、で右手がですね、山口県萩の赤貝ですね。どうぞ両方ともわさび醤油でどうぞ召し上がってください。ありがとうございます。頂戴します。なかなか八角なんか食べないんですよね。うん、ほら
初めてかもしれない、ね。北の高級魚って言われてるんですよね。うん、鈴木神の釜なんですけどね。あ、そうなんですね。美味しい。もう八角っていう魚の魚体が全然イメージがつかない。で、口がとんがってて、前から見ると体が八角形になってるんですね。いいですね、どうぞ。とろ巻きの方ですね。もうこのまま。無限に食べれます。無限。これお次ですね。こちらね。これ三重県鳥羽の金のサワラでございます。こちら両面ですね。大分県の藁の方でいぶしておりますので、これ右手にですね、福井の地がらしの方をですね、お付けしてありますので。これお好みの方ですね、お漬けになってですね、本日のお総菜、玉ねぎ醤油の方をご準備しましたので、こちらの方ですね、お漬けになって召し上がってください。ちょっと待ってしていい。結構通常のサワラで、ね、4-5% の脂質なんですけど、こちら金のサワラ 10% 以上の脂質があるんですよね。出てくる出てくる油が甘みが強いですよね。通常のタコサワラですとこれだけ炙ると多分パサパサになっちゃうんですよ。このサワラもならない。すごい保持してる。ならないんだよ。じゃあ文字を持っておりますので、こちらの方ですね、お好みで使って召し上がってください。どうぞ。長崎対馬のノドグロですね、紅ひとみって種類でございます。紅ひとみ、ウニの方ですね、中に入れてもよろしいですし、そのままでもよろしいですし、お好みでどうぞ召し上がってください。どうぞ。どうぞ。すごい。シャリがまた絶妙っすよね。美味しい。これ一口でいいっす。贅沢すぎますね。これも辛口ですね。そうです。初めて。すごい油だもんね、こう美味しい油だから、またキリッとしたこれが絶妙。お次ですね、愛知県三河湾産のこちら平貝でございます。平貝だ、はい、磯辺焼きにしてですね、そしてツーバースタンダーの方ですね、少し塗ってありますので出るんだ、はい、俺の方で挟んで召し上がってください。どうぞ。ありがとうございます。兵庫県淡路の味でございます。どうぞ召し上がThank you.
特に勝浦の金村ですね。そうですね。中7日目でございます。あら。赤潮タイですね。どうぞ。北京宇和島ですね。イサキでございます。1.8 キロのイサキですね。スペシャルと言われてます。こちらもですね、締めて今日で、今日5日目ですね。どれよ、イサキ。あらすっごい綺麗。これ岩手のですね、大船渡ですね、140キロです。大トロからどうぞ召し上がってください。これ中トロでございます。どうぞ。こちらのスミイカもですね、仕込んで今日で中3日ですね。へぇー。一日でもこう寝かせたら熟成っていうんですか。まあそうですね、言葉的にはそうですけどね、僕は熟成とは言わないんですよね。はい、うんうんうん、今もね、ちょっと寝かせて、根室ですね。バグルでございます。どうぞ。さあ、どうもごちそうさまでした。どうもありがとうございます。ごちそうさまでした。お気をつけて。どうもありがとうございました。失礼します。どうも、失礼します。右手ですね。